はい、というわけで今回はキーマカレー飯のスパイシーですね。では、いただきたいかなと思います。はい、キーマカレーのスパイシーです。ではね、ちょっと食べてみますね。うん、確かにこのカレーのスパイシーの、うん、味は匂いというかそういうのは確かにしています。で、食べますと、うん、確かにスパイシーな辛さが十分こう伝わってくる味わいで、で、こういかにもまあ辛さがじわじわときますね。で、お湯に入れるだけで3分でできるって言うんだから、もうカップラーメンしかね、前はなかったですけど、そういうところでご飯でもできるっていうのはつくづくありがたいですね。で、うん、米も白米でね、あのいい味で、で、こういうスパイシーの味が効いていて、で、こう、うん、非常にね、いい味わいですよ。ほんで、これの、うん、味わいと、この辛さが増しててですね。で、この非常に、うん、辛さと、うん、美味しさがね、非常にいいですね。で、食べれば食べるほど、これすごいね、辛さが増してくんね。あの、他の、うん、カレーの味もそうなんですが、これはさらに食べれば食べるほど、さすがのインドカレーを、目指しているというか、だけあって、すげえカレー。食べてみてくださいって言って食べたんですよ。そしたらどん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 辛くなってくるね。で、辛味がどん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 じわ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 とね、なんかいるなぁ、なんかいるなぁ、みたいな。そうするとね、あれ、なんか辛いのがいるなぁ、みたいな。したらなんか食べれば食べるほど、なんか辛いなぁ、みたいな。したらそれがじわ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 とこう軽くなってきて、うわぁ、みたいな。まあ、そんな感じですよ。でももう、その辛みが強くなってくるんだけど、それがまた美味しいですね。まあさすがにババネロとかね、あんまりは辛くはないけど、まあ辛くはないけどって食べたことはないけどね。でもババネロみたいなもの食べちゃうと頭痛くなっておかしくなっちゃうといけないから、私はあれ食べないけど、ものすごいあれ辛いらしいってね。だからそういうのほどのババネロほどではないけども、ただまあこれは、非常にこう辛いっていう感じで、もう本当頭痛くなる寸前ぐらいの、と言ってもいいぐらいの、まあ辛さだなかなというふうに思いますね。この辛さがスパイシーになっていて、
またいい味を出してんだよね。で、最初これ開けた時に白いご飯のままになってるから、あれカレーじゃねえじゃんというツッコミがあるんだけど、これをこう混ぜただけで、ちょっと混ぜると、こう、自然と混ざわさって辛くなるんですよ。それがまたいいですよね。で、日清ってのは、最初はカップラーメンで、この日清を始めたんですが、まあ、そのうち、その、なんていうんですかね、日清のラーメンの中に、まあ、残った汁にご飯を入れて食べると。昔だったらとんでもないっていうふうに言われたんだけど、それを10年もいかない、次5、6年ぐらい前かな。それを、のお客様、そういうお客様がいるっていうことで、それでお店側は最初はとんでもないっていう考え方してたんだと思うんだけど、それをこう食べてみたら、意外といけたので、じゃあこれを商品化しましょうって話になって、商品化したら結構、爆発的な人気になった。だったんですよね。で、そこから他のメーカーでも、例えばお湯を入れてご飯ができるよっていう、まあお粥みたいななんか感じかな。で、そういうのがあれば、あるいはもっと改良されて、その、ものとか他の日清以外のメーカーからもお湯ではなくて、今度はその電子レンジに、こう、2、3分、ちょっと蓋を入れ、開けて、まあ、その具材を入れて2、3分温めれば、すぐに出来上がりますよっていう、そういう電子レンジでね、入れて、そういうのがあったりしますよ。できましたよね。で、多分、それで同時にそういうやつの元になってるのは、よくホテルなんかにある自販機で、まあ、建物の中にあるやつですね。で、その中で、例えば、紐をこう、水を入れるんですよ。で、水を入れて、あとはこう、ぐらぐら、勝手に煮立つんですね。で、紐を、要は、あって、紐をぐいって引っ張ると、それがお湯に変わってグダグダ煮立つと。で、3分ぐらい経つと出来上がりだっていうのがあるわけですよ。だからそれを、まあ参考に、これをその普段でもそのカップラーメンみたいな感じでダメ、で、できないだろうかっていうことを試行錯誤しながらできたのが、まあこういうふうなものなんですよね。でも非常に味としてはいいです。だからある意味カップラーメンというものがなければ、こういうカップ飯とか、3分でご飯が出来上がりますよとかで、そういったものってできなかったと思うんですよね。でもこのカップ飯は今まで全部、全種類この日清のカップ飯っていうのは、食べた、一つ除いてか、まだ一つ除いてだけど、他のやつは食べましたけども、みんなどれも、まあ個性的な味で、まあ、カレーはどれもカレーっていうね、別に冗談を言ってるとかわけじゃないんですけど、確かにどれもカレーも辛いんだけど、でもその辛さの中で微妙にこう違いがあって、なかなかいいんですよね。で、このキーマカレーっていうのは、そのスパイシーが、普段よりもたくさん効いていて、確かにインドの人がこれを食べても辛いだろうな。でも本場のインドの人からしたら、いや、こんなの辛くないと。もっと辛いのあるよとか言うて。で、もっと辛いやつ食べてんだろうなというふうに思うぐらいですね。でも、非常にこれはなんか不思議な味というか、まあ、この米の粒がまた新鮮さで、普段我々が食べてるお米とはまたちょっと違う感じのお米で、これがまたいいな。で、スパイスが効いた香りが、この言葉通り、非常に良い味だなと思います。ただこれに関しては、電子レンジでの調理は不明と、不明じゃない、できないということになっておりますから、まあお湯だけでできると。でもこういったものができるっていうのは非常に素晴らしいというふうに思うし、味もちゃんとこうしっかりとカレーの味が効いていて、そしてご飯とちゃんとに混ぜ合わさっていて、非常に美味しいです。これがついさっきまでね、その粉っていうか、なんつうんだろうな、そういう、なんつうのかな、感覚であったとは、とてもじゃない、信じられないですね。もうついさっきお米を、ね、出来上がりました、みたいな。本当ですか？みたいな、のがあったけども、本当それぐらいのいい味で、
非常にいいシリーズのものだなというふうには、これ食べてみないとわからない部分があると思うんですが、ぜひ買って食べてみるといいなと思います。というわけでどうもありがとうございました。